仙台国際音楽コンクール組織委員会の会長を務めております仙台市長の郡でございます。この度第8回の仙台国際音楽コンクールの開催概要が決定をいたしました。新型コロナウイルス感染症の影響もあって記者会見は見送ることといたしましたが、動画メッセージで私からご挨拶を申し上げます。このコンクールは仙台開府400年にあたる平成13年から3年ごとに開催をしているものでして、今回が8回目を迎えます。課題曲の中心に協奏曲を据えるという特徴がございまして、世界の若手音楽家の登竜門としてこの間多くの才能を輩出してまいりました。ぜひ若い音楽家の皆様方には、このコンクールをきっかけとして世界で大きく羽ばたいていただくことを望んでいるところです。この3月には、東日本大震災から丸10年を迎えます。この間の復興の過程で音楽が私たちを大いに勇気づけてくれました。このコロナウイルスの影響で文化芸術、特に実演による演奏活動というのは感染予防の観点から制約を受けざるを得ませんで、世界の音楽家の皆さんたち活動を抑制せざるを得ませんでした。音楽家の皆さんにとっても、そして音楽を愛する皆さんにとっても大変つらい日々が続いたわけです。この先の感染症の状況を見据えるということは大変難しいのですけれども、今できることをしっかりと取り組んで、私たち若い音楽家の皆さんたちを迎える準備を進めてまいります。市民の皆様方にぜひ皆さんが心の活力を与えられる、そんな演奏をしていただけるように取り組んでまいりたいと思います。前回の第7回仙台国際音楽コンクールではバイオリン部門で1位なしという結果だったのですが、これも厳正な審査が行われたというふうに理解をしております。音楽家の皆様にはぜひこのコンクールに挑戦をしてご自身の力を試していただきたいと思います。またこのコンクールは市民ボランティアのホスピタリティも高い評価をいただいておりまして、出場される方々が存分に力を発揮できる環境が整っております。市民の皆さんとの協働をしながら、音楽の都、学徒仙台として出場者の皆様方を受け入れる準備をしっかりと整えてまいります。今年6月から出場者の募集を開始いたします。野島運営委員長、堀込審査委員長、野平審査委員長を中心とした体制で運営を進めてまいります。1年半後、ここ仙台に若き才能が集結し、素晴らしいコンクールになることを期待しております。ぜひ皆さんの応募をお待ち申し上げております。皆様、こんにちは。バイオリニストの堀込ゆず子です。来年、2022年の5月に、仙台国際音楽コンクールが開催されます。そこのバイオリン部門の審査委員長を務めさせていただきます。このコンクールは皆様ご存知のように、コンチェルトを中心にしたものです。第一次予選からオーケストラと共演できるということは、若者にとっては夢のような話です。課題曲はバッハのコンチェルトから1つ、1番か2番を選んでください。イザイのソロソナタ3番か6番から選んでください。
セミファイナルはドボルザークかメンデルスゾーンのどちらかを選んでください。そしてコンサートマスターの席に座ってリハート・シュトラウスの英雄の生涯を演奏していただきます。ファイナルはモーツァルトの5曲のコンチェルトからと、今申し上げた20世紀のものを今度セミファイナルからファイナルに移したバルトーク、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーなども含む偉大なるヴァイオリンコンチェルトの中から一つ選んでください。もちろん仙台フィルハーモニックと広上淳一さんに指揮をしていただきます。審査員はだいたい前回と変わりないのですが、4人新しい方に来ていただきます。川崎正夫さん、ジュリアードの先生です。豊島康さん、日本音楽界の重鎮です。グレゴリー・アースさん、ルツェルン祝祭、またカメラタ・ザウスブルグのコンマスをやってらっしゃいます。ユーキン・マニュエラ・ヤンケさん、ここの入賞者です。まだ10代の頃でした。今はドイツ のベルリンのコンサートマスやってます。このコロナという難しい中で音楽家苦労してます。演奏会がなくなったり、経済的にも精神的にも大変な時期です。でも若者の情熱といいますか、やっぱりもうやりたいという気持ちはものすごく強いです。これからプロになってやっていこうというその入り口のようなところにこのコンクールがあると思います。聴衆の皆様、審査員の皆様、そして市長をはじめとする仙台の皆様、こういう場所を提供していただいて本当にありがとうございます。どうか皆様お元気でお過ごしください。来年5月に仙台でお目にかかることを楽しみにしております。皆様こんにちは。2022年に開催予定の第8回仙台国際音楽コンクールピアノ部門の審査委員長に就任しました野平一郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。仙台国際コンクールは数ある国際コンクールの中でも協奏曲をメインに据えたユニークな内容で知られています。ファイナルまで進んだ方は合計3曲の協奏曲を仙台フィルハーモニー管弦楽団と演奏できることになります。若いピアニストの皆様の演奏を世界中から集まる素晴らしい審査員の方々と聴かせていただけることを今からとても待ち遠しく思っております。審査員のお名前はこのメッセージとともに公開されますが、今回私と一緒に審査するお二人の副審査委員長には海老彰子さん、ジャック・ルビエさんがいらっしゃいます。また前回と同じく過去の仙台国際コンクールの優勝者も審査員にお招きしております。審査委員長としましては素晴らしいピアニストを見出すことは当然のことですが、同時に卓越した創造的な音楽家を多く見出していきたいと考えております。コンクールという場ではありますが、協奏曲、ソロを問わずご自身の音楽への感受性、考え方を存分に披露する機会と考えていただき、ぜひ意欲的に挑戦していただくことを期待しています。私自身は作曲家でもありますし、現代の優れた自国の作品を国際コンクールの課題曲に入れることは大変重要なことだと認識しております。今回は現代日本の作曲家八代亜紀夫のピアノ協奏曲を課題曲の選択肢の中に入れることといたしました。もう一つ重要なことは、仙台国際コンクールで入賞するととても様々な副賞が待っているということです。とりわけ日本国内でのリサイタルの開催、オーケストラと再び協奏曲を弾く機会が得られること、またコンクールのライブ録音による CD のリリースなどです。
このような素敵な機会を得るチャンスを、この仙台国際コンクールにチャレンジすることで、ぜひ獲得していただければと思っております。皆様のコンクールへのご参加を心よりお待ちしております。